前回のあらすじ。ライオン大佐、時をランドール少尉が到着いたしました。大佐になられたんですか。時をランドール、相変わらず満足に挨拶もできんか。まあいい、君は今日付で現在復帰だ。君には新しい仕事をしてもらう。新しい仕事だと。その通りだ、このネオガンダムのな。ネオガンダムのうち2号機を貴様に任せ、平和な世なんてものは何も生み出しはしない、腐っていく一方だ。どうやら貴様にはそれがわからんらしい。仕方がないな。平和ボケした愚かな兵士にはここで死んでもらおうか。前回主人公一行は、どう見ても味方に見えないガレムソン大佐の地球連邦軍と対立。そしてちゃっかりネオガンダムとかいうロマン砲しか持ってないイカれた機体を奪取。ガレムソンのネオガンダムとトキオのネオガンダムの戦いは、ガレムソンのネオガンダムのロマン砲の火力で分からせられちゃったので、集団で袋叩きにして勝利しました。そういや炎の虎とかなんとかいたけどま、いっか。彼らはもう出番ないみたいだし。どうも、こんにちは。前回機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91の全ステージをクリアしたので今回から新たな物語をやっていきたいと思います。次の物語は機動戦士ガンダム F91 となっています。なんと、原作映画はトラウマ製造機ってはっきりわかんだね。ジェガンがたくましくて男気があると思っていたあの時代はいずこへ。時代は細身で小型化だよ。投稿主は逆シャアのビデオと一緒にレンタル落ちしていたのを購入して擦り切れるほどよく鑑賞していたもんです。それではまず本編に入る前にあらすじをどうぞ。宇宙世紀も一世紀を過ぎた頃、一年戦争に始まったジオンとの動乱は、ジオン共和国が自治権を放棄し、連邦を直轄領に編入されることにより、収束していった。これによって、連邦政府の支配体制は、確固たるものとなるが、武力による地球連邦の排除と、地球圏の改革を志す者たちの活動は、依然消えることはなかった。その一つが、シャルンフォルスト・ブッフォーを始祖とする、ロナ家である。ブッフォーは、サイドワンの外縁にコロニーを施設し、それをブッフォコロニーと称して、連邦政府やアナハイム社と接触、自社のネットワークを拡大していく。それはやがて、巨大複合企業、ブッフォコンツェルンへと発展。創業者の一族であるロナ家は、コスモ貴族主義を唱え、傘下であるブッフォエアロダイナミック社にて、新型モビルスーツの開発に着手。と同時に、施設軍、クロスボーン・ヴァンガードを設立する。それは、くすぶり続けていた戦乱の機運を煽り、ついに、戦争という悲劇に突き進んでいく。時に、宇宙世紀123年3月、ブフォコンツェルンは、施設軍クロスボーン・ヴァンガードをもって、連邦政府に対し、宣戦布告をする。ロナ家の唱えるコスモ貴族主義を体現した、独立国家、コスモ・バビロニアを打ち立てるべく、フロンティア・フォー・コロニーへと、侵攻を開始した。後に言う、バビロニア建国戦争の
始まりである。クロスボーンヴァンガード。はーい、皆様方、我がキャンパス最大の呼び物、ミスカントリーサイドコンテストです。今になってコンテストに出ないなんてなしだぜ。僕はセシリのクイーンに小遣い全部かけたんだから。賭けの対象になるんだったらミスコンなんか出なかったわ。セシリー、会場に上がってくれよ。私は賭けの対象じゃないわ。ノミネートされてんだぞ。何迷ってんだよ、出りゃいいんだから。それでは注目の今年度クイーンはセシリー・フェアチャイルド。え、私、でもいいんだよ、美人ならなんだっていいの。もう、お兄ちゃんたら。なんだ、モビルスーツが落ちてきたのか。なんとか仕留めるぞ。邪魔をするな。加速したぞ。我らクロスボーンヴァンガードは市民に対して一切危害を加えるつもりはありません。市民の皆様はしばらくの間退避カプセルでお待ちください。各機、民間人は将来の戦力になる。無意味な攻撃はするな。さらに警戒しつつ捜索を続けるぞ。してるんだ。セシリー、逃げるぞ。シブク、こっちだ。どこか逃げる当てでもあるのか。ドワイトがこの近くにある秘密のシェルターを知ってるってよ。秘密？この近くに？連邦軍は戦場を広げてるぜ。ドワイト、本当にシェルターがあるのか。
ここのはずだ。パパから聞いたんだから間違いないよ。だけどここ博物館だぜ。きっと博物館の中にあるんだよ。敵が来る。みんな早く博物館へ。ここを甘く見るなよ、謎の軍隊め。ロイ戦争博物館の館長ロイ・ユングがここの防衛を受けよう。旧型のタンクだぜ。そこの子供たち、貴様たちもこのタンクに乗って戦え。何を、そんな自分勝手な。このロイ・ユング将軍自らが青少年に命令しているのだぞ。俺にこのコロニーを守らんと博物館の資金をもらうところがなくなってしまう。撃つぞ撃つぞ撃つぞ。無茶よ、あんな戦車で。早く逃げようぜ。ダメだ、シェルターが使えない。あのロイ将軍ってやつはシェルターの退避口を潰してたんだよ。他に方法はないの？港まで行けばスペースボートの一つや二つはあるだろうけど。港か。なんだ、ロイ将軍ってやついないぞ。多分さっきの攻撃で。あなたたち何やってるの？いや、このタンク使えるぞ。みんなタンクに乗るんだ。これで戦う気なのか？タンクで港に行くんだよ。大人の都合だけで殺されてたまるか。耳鳴り。お母さんが残してくれたイヤリングが鳴っているんだわ。ここからはイベント戦がスタート。 C ブックたちをマップ右側の指定マスへ移動させる必要があります。ではいつも通りいいとこだけ流しておきます。 C ブック、どこの港に行くんだ？第24桟橋の港だ。確か橋を渡ればすぐに着くはずだ。あそこが一番近い。このまま直進方向。無事たどり着けるの？やるしかないだろ。あんなモビルスーツ知らねえぞ。どこのだ？似たタイプを知ってる。確かデナンタイプってやつだ。よりによってどうしてこんなところが戦場になったんだ。何なんだよこれは。軍隊が2つでドンパチやってさ。風が出てる。コロニーに穴が開いたんだわ。止まれお前たち。通れないんですか？
ちょうどいい。戦いたければ俺たちに協力しろ。僕らは港に行きたいだけなんです。ここで敵を抑えなきゃならんのだ。それに子供を盾にすれば敵は攻撃してこない。子供を盾にするだと？本当か？来るな、来るなよ。抵抗するつもりか貴様ら。そんな気なんてないんだよ。くそ、もうこんなところまで。一旦引くぞ。一気に突破するぞ。シーブック、急いで。ああ、みんな捕まれ。スペースボートはどこにあるんだ？これから探すんだよ。サム、ドワイト、急いでくれよ。わかってるよ。なんだ？敵？シーブック。その少女が妹だな。ドレルロナカ。はい、迎えに来ました。迎えに来た？なぜです？ロナ家にあなたが必要となったのでしょう。自分はおじい様の命令を実行しているだけです。私を、おじい様が？まだ安心できる状態ではない。急ぎなさい。でも、母さんの許可を得なければ。何を言うか。未だ行方知れずのあなたの母上を探すためにも、クロスボーンヴァンガードに合流される方が賢明でしょう。そのための里帰り。あ、セシリとの戦いはまだ落ち着いていないが、よく来てくれた。この声に覚えはあろう。私だ、カロッゾだ。なら、そのマスクをお取りください。私は妻のナディアを寝取られた情けない男だ。その上、マイッツァおじい様の理想の実現を誓った身だ。その時以来、私は脆弱な自分と戦うべく、このような姿となった。そのおっしゃりよう、その頑固さは間違いなくお父上ですね。でもあなたのその性格が受け入れられなくて、
母は別れざるを得なくなったと、なぜお認めになれないのです？ナディアからはいろいろと聞き知ったようだが、私とていつまでもこのままのつもりではない。現に背負いきれぬ恥を背負い込んだままお前と会いもした。そのためにそのマスクがいるのですか？そうだな。コスモバビロニア建設が完了するまでは私はこのマスクは取らんと誓った。許せ。コスモバビロニア？何です、それは。人類を永遠に生き延びさせるための我がロナ家千年の夢。夢？10年ぶりだ。おじい様もお前に会いたがっていらっしゃる。フロンティア4にいらっしゃるのですか？今やフロンティア4などという名ではない。バビロン、コスモバビロンだ。何をやってるんだ。なぜこの船は出撃しない。お言葉ですが、退役将校殿、教官のパイロットは出て行ったきりだし、可視艦もしかも対空戦闘に出たままで、我々だけでこの船をフロンティア湾に運び込んだんですよ。そうですよ。それにこの船は練習艦なんでしょ。お前たちも戦い準備をするんだ。そんな、子供ばかりなんですよ。スペースボートでこのフロンティア湾まで来られたお前たちなら十分戦える。抵抗派をここに招集させる。 F91 も使えるようにしとけ。しかし、なんで練習艦が退役将校の言いなりなんです。正規の将校たちはさっさと逃げ出しちまったからな。頑張っているのはコズモみたいな戦争マニアだけだ。さっき言ってた F91 って何なんです？最新型のモビルスーツさ。だが F91 はプロトタイプもいいとこだからな。出撃のたびに全部手直しさ。サナリーの F91 開発チームなんかもこの騒ぎで月に逃げちまったらしいし、残った整備マニュアルもページが揃ってないんだよ。ワープロに手書きのマニュアル？ちょっと見せてください。このマニュアル間違いありません。母が書いたものです。あの博士が？ええ、バイオコンピューターの研究をしたいって家を出てって、やっていたことが結局モビルスーツ開発の手伝いかよ。ベラ、お前を呼んだのはな、コスモバビロニアの建設が完了するまで女王をやってもらいたいと思ってな。女王をやる？大衆というものは絶えずアイドルを要求するものだ。
市政に出て苦労を知ったお前はアイドルになれる魅力がある。そんな大それたこと到底私にできることではありません。おじい様、わがままをお許しください。デラ、お前も先の戦いで見たと思うが、このコロニーに奇襲をかけた時でもクロスボーンヴァンガードに市民へは一切手を出させなかった。なのに連邦の将兵はこれをやる。これが絶対民主主義にのっとった軍の実態だ。大義もなく目の前のちょっとした変化に不安雷動する。市民革命以後の結果ということですね。そうだ。大体人類が宇宙に住むようになったのは地球の自然を破壊したツケを支払うためのものだった。だが宇宙の生活が日常になるとまた人は地球に戻り始めてしまった。それも連邦政府の偉い人々だけで、一般人が地球に戻ることは許されてはいない。その結果地球の再生には莫大な時間が必要になってしまった。人類はもう未来永劫この宇宙を住処にしなければならないのだ。でもおじい様の貴族主義でも差別は生まれるのでしょう。高貴なものが持たねばならぬ義務というものがあってな。例えば戦場でも一般庶民たちは怖いと言って逃げ出してもよいが、たっとうき者、貴族は血を流すことを恐れてはならず先陣に立たなければならない。人は平等ではない。人権は平等だが同じ人間は二人といないのだ。そして何よりも人類と世界を治めるのは自らの血を流すことを恐れない高貴な者が司るべきなのだよ。そのようなお話、幼い頃私にいっぱいしてくださいましたね。でもその主義に押しつぶされたのが母でした。私がナディアに厳格すぎたのだ。それであれは貴族の下道に走ってしまった。私はその母の娘です。おお、これがガンダム F91 か。正規軍のバルト中尉。もう艦長代行などと言ってはおれんぞ。練習艦とはいえクロスボーンの殲滅戦に参加してもらう。正規のクルーが一人もいないのですよ。クロスボーンがこのコロニーの人間を皆殺しにするつもりなんだぞ。人間だけを殺すマシーンがあるって情報だ。戦うのはいいですが、肝心の F91 のパイロットはこの抵抗派にいるんだろうな。工学部の生徒がおる。お前らの誰かがやれ。正気ですか。使えるかどうかわからん新型に貴重な正規パイロットを消耗させるわけにいかん。殺され冷たい宇宙に放り出されたくなければパイロットをやれ。じきに敵モビルスーツもコロニー内に入ってくる。
それまでスペースアークはここで待機してもらう。いいな？はい、そうですかと。モビルスーツが操縦できますか？まあもっとも、シーブックのおふくろさんが設計したバイオコンピューターだ。うまくフィットするかもしれねえ。君がニュータイプならだ。そんなんじゃないですよ。ニュータイプって？パイロット特性のある人のことだよ。フロンティア1に抵抗派が集結しているだと？間違いありません。連邦軍と思われる巡洋艦がコロニー内へ逃げ込むのを確認しています。偵察隊を出動させて抵抗派の拠点を探らせろ。はっ。ザビーネ様。アンナマリーか。思った以上の敵の数のようだ。偵察にはくれぐれも気をつけてな。ベラローナ様も出撃なさるのですか？足手まといかもしれませんが、ザビーデが面倒を見てくれると言いますので。お気をつけて。先発いたしますので。頼む。水先案内に。ザビーネ隊が直接面倒を見なければならない訓練生なんて、あんな女に嫉妬を抱いているのか。私はアンナマリー偵察部隊、行くぞ。これより抵抗派の拠点を捜索。発見次第掃討し制圧する。それは命令違反です。中の掃討はバビロニア宣言の後にするというのが。余力があるならば次の作戦のための偵察はすべきだ。しかし、アンナマリー機か。はっ。これより敵の拠点に対し武力偵察を行う。従う者だけついてこい。もし人を殺すマシンの噂が本当なら、ここから逃げ出す準備はしておいた方がいいか。逃げるんだろ、あのコズモ元大佐がいない間に。でもビルギットのヘビーガンと F91 だけがスペースアークの戦力なのよ。あとはコズモ元大佐とバルド中尉が持って行ってしまって、この船だけで逃げるのは難しいわ。幸いこのスペースアークには抵抗派に紛れ込んでたくさんの難民が集まってます。難民船に偽装すれば宇宙に出てもなんとかなるんじゃないですか。それでも戦場が宇宙に移る前に港口に入り込んで外に出るタイミングを見つけないと。結局 F91 はシーブックを乗せるのか。今は人手が足りないのが現実なのよ。コロニーの中に連邦軍の巡洋艦が入り込んでる？
あれが抵抗派の拠点だな。カッキー、恐れるな。あの程度の敵などすぐに討ち取ってみせろ。艦長代行、敵モビルスーツ接近。見つかったの。敵をスペースアークに接近させるな。モビルスーツ隊は出撃準備をしろ。これだけの戦力で抵抗運動をしようって言うんだからな。ビルギット24番機出るぞ。シルク、 F91 を出せ。この F91 で戦うんですか？スペースアークは今は動かせない。 F91 でおとりをやるんだ。できるな？わかりました。逃げ回りゃ死にやしない。 F91 ガンダムはシーブックアローでいきます。F91 やれるのか？なんとか。俺は港口までの脱出経路にいるモビルスーツを叩く。貴様はスペースアークを守れ。いいな？はい。ここからは前回レベルアップした機体の開発や設計と編成の確認をします。まずオールドタイプ主人公確保のために F90 とシルエットフォーミュラの全ステージをプラチナランクにしてきました。それによってシドアンバー、デフスタリオン、シェルフシェフィールド、トキオランドールを獲得しました。次はその間にあった機体の変更について、まずはグスタッカールをヘビーガンに開発。ヘビーガンとガンダム系でガンダム F90 を設計。ヘビーガンをハーディガンに開発。もう一機のヘビーガンはジェムズガンに開発しときました。捕獲したデナンゾンと ST ガンでエビル S を設計。デナンゾンとジェガンでジェベリンを設計。デナンゾンとノエージールでラフレシアを設計。デナンゾンをゾンドゲーに開発。ガンダム F90 とジェムズガンでガンイージーを設計。リファインザクをリファイングフに開発。デナンゲをベルガダラスに開発。ガンダム F90 をガンダム F90V に開発。ベルガダラスと ST ガンでダギールスを設計。ダギールスをベルガギロスに開発。ハーディガンを G キャノンに開発。ガンダム F90V をガンダム F91 に開発。ガンダム F91 とデナンゲでクロスボーンガンダム X1 を設計。ガンダム F91 とクシーガンダムでシルエットガンダムを設計しました。と、こんな感じです。最後に今回の編成の確認。マスターはヤザンゲーブルとガンダムマーク5。戦艦の搭載機は映像の通り、キャラではシド、レイラ、ノリス、デフ、トキオを編入しています。機体の方も各々開発や設計した機体を使用していきたいと思います。しかしビクトリー系の機体は縛りの都合でまだ使えません。編成は以上です。それではユニットを配置してスタートしていきましょう。今回のステージではシーブックたちと一緒にコロニーに侵入してきたクロスボーンヴァンガードと戦っていきます。敵の第一陣としてアンナマリー隊が突出してきていますので、まずはそちらを撃破しましょう。この攻撃には防御と思いましたが反撃していきます。貴様らの好きにはさせない。遅い。当たれ。これ式のことで盛り上がったな。直撃コースだ。かすっただけだ。こん
んなところで足止めされるとは。今度はこちらから攻撃していきましょう。仕掛けないと出てこないのか。よし、ガスか。これ好きのこと。楽には殺さん。お前は俺がなぶり殺してやる。ザギウスはビームシールドではないようなので少し安心しました。最後はシーブックでとどめを刺します。やらなきゃこっちがやられる。この当たってくれ。まだ私にはやるべきことが。落ちたのか。仕掛けてこなければさ。私は連邦軍に投降します。回収誘導を頼みます。どうします、艦長代行。どういう意図があるにしろ今は少しでも外の情報が欲しいですね。いいでしょう、収容してください。アンナマリーのダミウスを撃破、どうやら味方に投降したみたいですね。で、残りの敵は後方に下取れるロナ隊になります。迎え撃っていきましょう。艦長代行、難民の収容が完了したみたいです。ん、そうか。本艦はこれより難民船として宇宙港に向かう。モビルスーツ隊は港口までスペースアークの進路を確保してください。レアリー艦長代行、お願いです。私も出撃させてください。出した方が面倒がなくていいですよ。そうですね。アンナマリー機、出てください。ありがとう、レアリー艦長代行。アンナマリー機、出させていただきます。成り上がりの私がロナ家の女に勝てるわけがない。ザビーネ、いろいろと気を使ってくれてありがとう。いえ、ミギナギナがデナン系よりも扱いやすいとおっしゃる。ベラロナ様は真のニュータイプでいらっしゃるようですな。人をおだてて初陣の私を一人にしないでくださいね。我が黒の船隊が周囲からお守りいたします。初陣ですぐにでも編隊が組めてしまう。ニュータイプか、信じてみたくなった。これより残敵を掃討する。行くぞ。ここで行動に敵が出現。黒の船隊という部隊ですね。悪いが、これで終わりにさせてもらう。やらせてもらう。終わったな。
やるではないか。やってくれたら反応できるから。ち、少しはできるようだな。バカな、私が押されているというのか。投降したアンナマリーが味方として出撃。それでは今度はこちらから攻撃していきます。何機の敵がいるんだよ。この程度の敵に、おじい様と父は何をためらっているんだ。だいぶ削ったのでこれで終わりです。こんなコロニーの制圧など容易なものを。来る、こいつ。どいてくれよ、邪魔なんだよ。これでどうだ。何、この私がやられただと。落ちたのか。仕掛けてこなければさ。傲慢がほころびを生むというのか。撤退する。ソレルロナを撃破。これで外はあらかた片付けたのですが、問題は坑道内の敵です。まず坑道に入港コマンドを使って入るのに1ターンかかり、さらに狭くて一斉に入港できないという点が攻めるのにとても不便なので、一度入港してその後出港して待ち伏せして撃破していこうと思ったのですが、すごい時間かかるし、意外と敵が動かないので覚悟して入港していくことにしました。入港後早速ザビーネから攻撃が。ふん、むざむざやられに来たか。どけ、そこだ。そんなんが当たるか。ただじゃすまさん。逃がしゃしねえんだよ。捕捉されていたのか。敵を甘く見ていたか。続けてセシリーの攻撃、反撃していきます。迷うわけにはいかない。止めてみせるわ。当たって。当たった。そんな、これ以上好きにはさせない。落ちろ。当たったの。私だって足止めくらいは。自分ターンに進撃でイベント消化。データにない機体。こんなところにノコノコ来るから。どいてくれよ、邪魔なんだよ。なんと、僕に任せりゃいい。このままでは。こちらから行きます。当たって。なめるな。
もう抵抗するんじゃない。本当に死ぬぞ。そこの機体、これ以上抵抗するんじゃない。その声、シーブックでしょ。え、シーブックよね、シーブック。セシリーなのか。シーブック、本当にそれを操縦しているのね。セシリーこそ、そのモビルスーツどうしてさ。こうなっちゃったのよ、こうできちゃったのよ。どうしたらいい。どうしたらって、セシリーはロナ家に戻るつもりだったんだろ。違うわ、あの時はそれが最善だって、他にしようがないって思ったから。私はまだセシリー・フェアチャイルドよ。そう、そうだったのか。分かったよ。けどここは危険だ。セシリーは避難していて。シーブック、セシリーはイベントで撤退したので、今度は味方になってもらったアンナ・マリーでザビーネに特攻してもらいます。無論イベント消化のためです。来たな、ザビーネ。のこのことベラロナを連れて、そんなに家の名前が欲しいのか。私を撃つことにこだわるか、アンナ・マリー。むざむざやられに来たか。逃がしはせん。もらったぞ。まずい、このままでは。やらせるものか。落ちろ。自分の位置を晒すだけだというのに、所詮はその程度か。口ほどにもない。そもそもクロノ戦隊の機体は超強化されているので、ダギウスでは分が悪いです。でっち上げの名前をいただいて、人類の粛清などと。一緒に死ね、ザビーネ。共に死ねば、お前の口惜しさは消えるのか。貴様らの好きにはさせない。覚悟。このっ、捕捉されていたのか。これ以上はやらせん。捕らえた。まだ私にはやるべきことが。感情を処理できぬ者に戦場を生き残ることなどできん。感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだが。ということで、アンナ・マリーはザビーネにやられると、前作同様のセリフが聞けます。
原作でもほんとあっという間にやられたしね。ザビーネには後特に用がないので撃破していきましょう。ベラ様もお守りできず。ザビーネのベルガギロスを撃破。残りは一般兵なのでささっと撃破していきましょう。先ほど、黒の戦隊の機体は超強化されているという話をしましたが、数値的には一般機に比べて攻撃がプラス4、HP がおおよそ2000くらい上がっている感じです。その中でもベルガギロスが攻撃プラス5に HP 3000くらい上昇してるので一番強化されてるようですね。HP が1万超えた上にビームシールド持ちの敵を相手にするのは結構骨が折れます。なのでノーカットの攻略の時はものすごく時間かかりました。あ、この最後の敵を倒してステージクリアです。港口に到達しました。これなら逃げ切れます。やったー！これで宇宙に出られるわ。なんとかなったみたいね。モビルスーツ隊を回収してください。ハロライフはブロンズ。なんかあんまり稼げてなかった。行動にもっと敵が潜んでいたのかな。ブロンズではスカウトはたまらないので今回のキャラ獲得はなしと思ったら、クロスがあまりクエスパラヤを獲得覚醒しているので使えませんね。今回は捕獲がなかったのでここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。